B リーグ、千葉 J は8日、6日の宇都宮戦で左足首を負傷した渡辺優太について、左足関節捻挫で全治6週間と診断されたと発表した。今後につきましてはチームドクターとアスレティックトレーナーの協議のもと、復帰に向け全力でサポートしてまいりますと説明した。米プロ NBA グリズリーズから新加入し、5日に B リーグデビューを果たした渡辺雄太、千葉 J は、 開幕2戦目となった6日の試合で第1球6分過ぎに右サイドから3点シュートを放った際に着地で左足首をひねり悶絶ジャンプして守備に入った比江島新宇都宮と接触した形だった場内からは悲鳴が起こる中スタッフに肩を借りながらアリーナを後にしていた試合後渡辺はマネージャー管理の X でコメントを発表マネージャーじゃなく本人です 怪我は自分の体がクソザコすぎるだけの僕の責任なんで、とりあえず11月にマコ、比叡島、マ、と一緒に代表でプレーできるように治療リハビリ頑張りますと、11月21日のアジアカップ予選、モンゴル戦、栃木、同25日の同グアム戦、グアムまでの復帰を見据えていたが、ギリギリの状況となった。7日にはインスタグラムで、しっかり直してすぐにコートに戻ります。